オメイ数ヶ月の旅の恋に点滴で扶養する患者たち被害者の甘い期待を患い介護の機会をためらうドクター遊園など行方知らず未知の病巣に伏す患者たち発熱が死因されば早期に躊躇すべきだったと知る方が半誰の恋にさじまえ名誉を問う患者たち加害者の笑い治療に耐えない伴侶たる者あと悟るページ赤い糸を肩結び故に首を絞め合う患者たち呼吸ができないされど解けない本心に半数麻酔にすがっているただ心の溝をそっと追いたくてそれだけの違いなのにどの風を当てたとしても変えられないあなたのぬくもりは待っている余命は縁に合わぬ花になり果てて緩やかに迫る四季ですらフィナーレのように見違える新しい